こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日はちょっとね、これを使って3人で、まあ、謎謎クイズ対決をしようと思います。はい、はい、一応ルールなんですけど、交代交代で3人で問題を出す人と解く人に分かれてで、解いた人はそのまま1ポイントですね。で、2人とも解けなかった場合は問題を出した人に1ポイント。はい、それで、まあ、3問ずつですかね。はい、1人3問ずつ出すので全部で9問ですねをやって、最後にポイントが一番高い人の勝ちというルールでちょっとやろうと思います。なので、まあ、子供たちもね、まあ、小さい子はね、お母さんお父さんと一緒にできると思うので、ぜひ一緒にチャレンジして何ポイント取れるかやってみてください。第1問で、いや、それ、入れますか俺の役そして僕も入れますから、後でそして僕も入れるじゃあちょっとやり直します。第1問ボールはボールでも四角いボールってどんなボール？シンキングタイム。なんだ終了いや、全然わかんない。わかりました。でも四角いボールってどんなボール？わかるかな？なんで全然わかんない。やば、頭固いわ。あと26秒。四角いボール、あと10秒何もわかんない。書かないよりは書いた方がいい。終了。どうぞ、せーの。はい、ででん。ダンボール今日のサイコロ。僕は思いつかなかったんで、とりあえず四角いものがサイコロしか思いつかなかったです絶対に違うと思います。はい、正解はいいですか。はい、はい、待って待って、でダンボールでーす。みよりコーチに1ポイント。イエーイ。頭固いな俺。そっか、これ今日もコーチ分のポイントは僕に入んないんですか。入りません。そう、やったぜ。でもカタカナの方のダンボールなんだけど、みなりコーチ漢字じゃなかったか。まあ正解は正解ですか。あ、そっか、漢字合ってたかな。それ間違ってたら不正解です私は3つともアニメクイズです。まずはガンコちゃん懐かしい。みんな知ってんのかな、ガンコちゃん。まずはレベル1、めっちゃ簡単なやつです。第2問。でれん。言わなくていいのに。ジャイアンの誕生日は。わかんねえ。これみんなの方が知ってるんじゃないですか。多分子供たちの方が詳しいっすよ、もしかして。それ知ってる子何人かいるな。すいません、それヒント欲しいんですか。なんか、ジャイアンにちなんでる。あー、似てますね。え？ダイアンに似てるどういうこと？ダイアンに似てるってどういうこと？あ、ダイアンと同じ誕生日な人、身近にいます。1分スタート。めっちゃ身近にダイアンと同じ誕生日の人がいます。わかったわ。
それ子供たち知ってるんだ。そうだそうだそうだ。ちなみに大ヒントです、わかめちゃんもジャイアンとその人と同じ誕生日です。余計それはよくわかんない思い出した。30秒、全然わかんないな。当てずっぽでいくしかないな。そうだ、何分の何だろう。30秒、これは時間にいますよ。たけちゃんもお祝いしてた、お祝いしてた、わかったわ。あと10秒、プロフィールのやつに載ってた。あーわかんねー前回のプロフィールに載せてたはずです。タイムアップ、せーの、ここか。あー、誰だろう。おー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 、11月11日もいますね。僕あの、はい、そうです。これなんで覚えてるかっていうと、ある子供がそのコーチのことジャイコって呼んでたそのプロフィール見てから一時期ずっとジャイコってある子に呼ばれてましたはい、正解はそれで分かったんじゃないでしょうか。正解はそれです。6月15日に私と同じでそうか、そういうことか。乗り心地1ポイント、よっしゃよっしゃ。お前のほか点数入んないたけちゃん0 1-0 ね。そう、まあまあまあ最初はね。第3問ジュースを逆さまにするとどうなるでしょう。え、逆さまですね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。難しい。答えは書けました、答えは書けましたか。完璧です。ではじゃあまずお二人の答えをせーので出してもらいましょう。せーの、ででん、溺れます。のりコーチがおジュースと書いたのを繰り返して逆さまにするとっていうことですね。で、みのりコーチが溺れます。溺れます。ミスじゃなくて溺れます、はい、正解を発表します。あとあの逆さにして読んでみたりとかね、いろんな、ね、逆さまってありますけど、うん、正解は溺れますねはい、みのりコーチ1ポイント、ちょっと待って、その、あの、こぼれるとこぼれますはちょっと違うと思うんです。いや、まあ、あの、意味は一緒なんで正解です、ね。え、俺もこれ、こぼれるって意味だよ。こうすると、はい、みのりコーチ1ポイントです。ありがとうございます。よかったです、みのりコーチ引っかかってくれて。式、いやそれあのジュースじゃなくてもこぼれますって、それはもうお茶もこぼれます、お茶もこぼれます。そうですね。絶対間違ってると思ったな。絶対俺も自分も間違ってたけど、まさかこぼれると思わなかった。あのこんな感じの問題は僕あと2問用意してます。そういう感じでいけばいいのか。はい、引っ掛け問題です。どこまでくっつけられることができるんでしょうか。
じゃあ認知症予防をやりますね。右手はグーチョキパーです。左手はパーチョキグーです。それを一緒に行きます。せーの。あ、か、グーチョキパーでいいね、私は。はい、2問。あ、はい。あ、4問目です。はい、4問。バイキンをやっつける剣はどんな剣でしょう。バイキンをやっつける剣。今大事ですね。いいでしょ、今にちなんでるでしょ。都道府県。つける剣。え？やばい。頭固すぎるマジで。いろいろあるよ。渡辺県。書けましたよ。渡辺県。石川県。千葉県。落書きたい。あと30秒。ペン。全然わかんない。難しいな。あと10秒。いや、全然わかんない。終了。では、2人とも、せーの、どうぞ。てでん。てでん。テクスキャン。いや、やっぱバイキンをやっつけるにはアルコール消毒かなっていう、今流行りだから、どんな剣って言ってるでしょ。正解は、てでん。誰もいませんでした。え、これ。てっけん。いやいや、意外とやる。だから、緑コーチは、頭いいふりしようとして、さっきから漢字でばっかり書いてるので、漢字で書けるやつは書きなさいって。あ、じゃあ石鹸の剣も書けんじゃないですか。そう、頑張ったんですけど、なんか形しか。でも見て、上にちゃんと絶対そうやって言われると思って。絶対そうやって言われると思って。緑コーチ、これは、節石鹸。節石鹸。リガナって知ってますか。鉄石鹸だわ、それ。何これ、振りがなって知ってます。振りがなっていうのはカタカナで書くんで、それは。いやー、それはここに振りがなっていう字を何で書いてるの。イエーイ、3点目。3点目。はい、みのりコーチ、ポイント。イエーイ。ちょっと兵庫コーチ、ちょっと甘すぎます。いやこれ見てるみんなも絶対みのりコーチが正解って言いますから。だってなんかその2個も書いてるの、くそー。だって絶対言うと思って、ひらがなで書こうが漢字で書こうが言うなと思ったから、どっちも書ける。カタカナで書けばよかった。確かにその脳はなかったです。はい、じゃあ私ですね、続いて。ってそもそも何ですか、ちょっと一つも剣になってないんですけど、もうちょっと諦めました、全く出なくて。毒話とかだったらいいね。毒話だったらアルコール消毒だったらしい。くそー、ダメだ。やっぱり小学生の謎などだから、みのりコーチに答えちゃうか。ちょっと高度なやつにするか。脳みそが小学生と同じくらい。そうそうそう。そういうことなのよ、多分。あれ、ちょっと書ききれなかったから、もうちょっと時間をくださいいや、つき小学生向けのなぞなぞだからわかるんだな。ここカットしてもらわないと、のりコーチの評判下がりますね。今何時？やじ。ああ。今何時って何だと思う、答え、ひょもこち。今何時？何時？今何時？分かりましたよ。何？
5時。なんで今何時？5時。ブブー。今何時？だから今は何時ですか？だから2文字でした。あ、これにすればよかった。これにすればそういうことか。はい、行きまーす。はーい。それだったら乗り越えちゃう。くっそ、やっぱこういうのにしちゃダメか。第5問。よし。これはアニメクイズもう上級編です。いや、もう絶対無理だ。なんで全然ダメよ。私も分かんなかった。いや、そんなことあります。問題出す人も分かんない。はい、いいですか。いいですよ。でで、アンパンマンの頭の中は何やん？委託じゃないですか。シンキングタイム。二択のどっちかですか？あ、そうです、二択のどっちかです。ちゃんと理由もありました。答え書きますね。でもな、バタコさんとかジャムおじさんがな、どういう思いかだよね。え、理由もつけた方がいいですか？あ、理由もあった方が面白いですね。でも理由は言葉で大丈夫ですよ、書かなくて。でも今思ったらさ、パンって洋食なのになんであんこ入れたんだろう。あと30秒です。お前な、大社パンって洋食なのになんであんこ入れたんだろうね。なんかすごい、すごいね。やっぱ日本は混ぜたがりなんだ。ああ、そういうこと？すごいな。10秒。9。もともとアンパンってあったのかな？ 7、6、どうなんすかね？ 5、4、3、2、1。来た来た。そもそもあんこ食べれないんですけど。俺ちょっと理由も考えてないけど、これにしよう。言ってもらえると嬉しい。せーの。てん。あれ？おお、分かれた。分かれた。あ、正解。正解は。理由いいんですか？理由いいですか？理由聞きたい。理由聞きたい。やっぱ、たくさんの人を救いたい。っていうことから、やっぱ中に詰まってる粒の分だけ人を救うっていう意味で僕は粒なんだ。どういうこと？え？どういうこと？え？その日本語力が僕の日本語力だったな。あとは私の理解力も。やっぱそういう意味で粒なんだと思った。ああ。僕は腰が張る。そうです。やっぱ詰まってる分だけ。はい、ではコシアンさんの。コシアンさん。コシアン。あの、ホイップクリーム派なんですけど、腰があった方がいいから。あー、強い男になれって感じですか？そう、ぎっくり腰にならない方がいい。あ、その腰ですね。はい、じゃあ正解は、どうやったらなんか面白く発表できるかな。いいよ、早く発表してよ。正解は、イエーイ。イエーイ。イエーイ。理由は、なんか脳みそって凹凸がいっぱいあるじゃないですか、人間の脳みそも。はい、気持ち悪い。だから、アンパンマンの脳にも凹凸をってことで、粒あんです。イエーイ。もうイエローカード今日1枚出てます。まずマイナス5ポイントになりますよ。はい、やめて。やったー、やっと1ポイント。え、今ちなみに何ポイント？現在、お、え、半分終了して、のりコーチ1ポイント。
トマコーチ1ポイント。みのりコーチ3ポイント。3ポイントですよ。5問終わってますか。みのりコーチが1。これ、ビリー同率だったらどうするんですか。いや、勝負だよ。その次、みのりコーチに出してもらう。もしみのりコーチが優勝で。ああ、サドンデスみたいな。そうそうそう。